つか。なんでてめえが仕切ってんだよ。だったらお前が率先してやればいいだろうが。ああ、ここで怒鳴り合ってもエネルギーを無駄に消費するだけだと思うが。つかてめえが出しゃばんな。オールメイトは主人に似るとはよく言ったものだな。今なんつったてめえ、この野郎。ピーチクパーチク、うるせえな。ここが経線だ。この辺りのネットワークにアクセスするとエラーが出る。立ち入り禁止の区域は普通ネットワークが機能してないけど、ここだけエラーのデータに不自然なブランクが混じってる。つまりこれはフェイクだ。機能してないように見せかけてる。当たりか。かもな。この辺りはもともとゴミの処理施設だった場所だ。数年前に閉鎖されて立ち入り禁止になったってやつだよな。今も不法投棄が続いてゴミ捨て場になってるってとこだろ。取り締まるやつもいねえしな。ばあちゃんはここに。方向としては俺が受けた報告とほぼ一致してる。ただもしここにタイさんさらったやつらがいるんだとしてもよ、この辺の道とか全然わかんないぞ。特攻かけるのは危険じゃねえのか。あ、それなら僕が知ってます。お前な、遊びじゃねえんだぞ。わかってます、本当に知ってるんです。僕、昔よくこの辺りを散歩してたんですよ。え、何ですか皆さん、なんで静かになってしまうのですか。もしかして僕のことを疑ってるんですか。やめてくださいよ、もう。本当に知ってるんですよ。ちゃんと地図だって書けてしまうんですからね。サラサラサラーっと。はい、できました。おいおい、本当に合ってるのかこの地図。照合しろ。確かに外観図とは一致してる。じゃあ合ってるってことか。だから言ったじゃないですか、皆さんひどいです。まあこれで迷うこともなくなったし、あとは乗り込むだけだな。
乗り込むってもな、このメンツだろ。よりにもよって変なのばっかり集まりやがって、どうなったんだよ。あんただって人のこと言えないだろ。うるせえ。俺はあんたらに協力する気はない。俺がやりやすいようにやる。その方が効率がいい。それじゃバラバラになっちまうだろうが。場合によっちゃその方がいい。どんなに綿密な計画を立てたとしても、全員その通りに動く保証はねえ。このメンツに限っては特にな。だからそれこそてめえが言えたことかっつうんだよ。お前とそこのガスマスクに言ってんだよ。んだと？え、僕もですか？ひどいですよ。僕はみんなと仲良くやりたいと思ってるんですよ。冗談は顔だけにしろよ。おいガスマスク、話がややこしくなるからお前は黙ってろ。そりゃあんたも同じだろ。そんなひどいですよ。ややこしくなんかならないですよ。お前の存在自体がややこしい。ひどいですよ。いじめですよ。ガキみてえなこと言ってんな。俺からしちゃガスマスクよりお前らの方が信用できねえ。言ってろ。そもそも信用するしないって話自体がバカバカしい。てめえらな、喧嘩はやめてくださいよ。お前らいい加減にしろ。あれ？え、なんで？青葉の言う通りだ。そろそろいい加減にしねえとな。こうしてる時間がそもそも無駄だし。とっとと行くぞ。そうですね、そうしましょう。よし、行こう。
ここあのゲームに似てる。ゲーム？間違って一回ダウンロードしてから配信されるようになったゲームなんだけど、配信されてくるのがなぜかゲームじゃなくてデモムービーなんだよな。こないだ来たやつが、おばあさんのキャラがコウモリに連れ去られるって内容でさ、連れて行かれた先がゴミ山だったんだよ。確かにここはゴミ山ですね。たまたまだろ。俺もそう思うんだけど、なんか不思議だなって思って。この先にゴミ処理の工場があるだろう。ありますね。その工場がここら辺じゃ一番でかい建物だ。そこが怪しいってことか。このまままっすぐです。待ってください。どうした？聞こえます。います。あの中に。聞こえるって。何も聞こえねえが。聞こえます。あの中です。行こう。誰かいるな。一気に行くぞ。一応うちのチームのやつらも近くに待機させてる。向こうがどんだけいるか分かんねえからな。こっちは特に問題ない。
ワクワクしますね。遊びじゃないっつの。行くぞ。急に来た。そう来なくっちな。ほら来い。わあ。コウジャクさん。おら。てえな、こんな野郎。暴力は。やめてくださーい。
おい、こっちだ。おりゃ。助かるぜ。どういたしまして。つかよ、こいつらドライジュースじゃねえか。でもだったらなんで俺たちを。マスター、ここじゃない場所、もっと奥の方からたくさんの音がします。集まっています。こっちはおとりか。おい、勝手に。拉致が開かねえ。ここは俺たちがどうにかするから先に行け。わかった、ありがとな。しょうがねえな。イエーイ。おい、先行け。え、て、早くしろ、ガスマスク。お前はこっちだ。なんでですか。僕もマスターと一緒に行きたいです。クリア頼む。ミンクの言う通りにしてくれ。ここから先は下手なことされちゃ困るんだよ。わかりました、マスターがそうおっしゃるならば。イエー、やめてください。とっとと行け。悪い。
待て。まさかここまで嗅ぎつけてくるとはな。さすが青葉ってとこか。瑞希、お前なんで。ばあちゃんは。お前を探すように言っといた奴らを待ってたんだけど、代わりにお前がここに来たってことは、あいつら捕まっちまったのかな。お前どうしたんだよ。何があったんだ。ドライジュースがいきなりみんな消えて、俺も紅爵もすげえ心配して。ああ、それか。なあ、聞けよ青葉、すげえんだぜ俺たちドライジュースは。な、あのモルヒネの一員として生まれ変わったんだ。モルヒネ。そうだ、伝説のチームに認められたんだぜ。他のリブなんて目じゃねえよ。モルヒネは神みたいな存在だからな。それ本気で言ってるのか。当たり前だろ、冗談に聞こえるのか。これでドライジュースは絶対的な存在になったんだ。モルヒネ以外どこのチームも俺たちを超えることはできないってことだ。